そこの君、何かお探しかい？クエスト、アイテム、スキル、ダンジョン攻略。お困りのことがあったらお姉さんに相談してみないか？もちろん情報は有料だけどね。特別に初回限定サービス、今回は無料で教えてあげるよ。オイラはアルゴ情報屋さ。それ以上の情報は有料だな。例えばこの三本ヒゲの由来は1000万クレジットいただくよ。つまり売る気はあまりないってことさ。でも君の名前は知っているよ。驚いたかい？君のことはキーボーから聞いているのさ。あいつとは昔からの付き合いでね。その前にブロッケン中の噂になっていたからチェックしていたけどな。いいお得意さんになってくれそうだからご挨拶に来たというわけだ。初心者なのにアファシスタイプ X と実装前の武器を手に入れたんだってな。おかげで君の情報が結構いい値で売れたんだな。何心配するな。名前とか基本的な情報程度だよ。こう見えてもお姉さんは裏が取れない情報は売らない主義でね。安心しな、変なことは言ってないよ。じゃあこれからよろしくな。オイラは大抵この辺にいるから。キリト、ああプレミアじゃないか。新しい仲間を紹介するよ。こんにちは、私の名前はクレハ、よろしくね。はじめまして、私はプレミアと申します。キリト、仲間とは親友や本妻、愛人より上ですか？待て待てプレミア、頼むからそんな目で見ないでくれ。この子はな、AI なんだよ。ユイと同じというか、前にやっていたゲームの NPC なんだ。NPC? そんなの他のゲームにどうやって連れてきたの？キリトさん、まさか。法律違反もマナー違反も何もしてないぞ。そのゲーム、オリジンの開発者に知り合いがいてさ、ユイをプレイヤーとして GGO に連れていく話をしたら、自分もプレミアを送るって言い出したんだ。そうです。キリトと一緒にいたいという願いを叶えてもらいました。
その辺は全てノーコメントだ。頼むから真顔で聞かないでくれよ。まあ、あえて深くは聞かないどいてあげるけど、要はプレミアちゃんはキリトさんが大好きなわけね。その表現については大筋で間違いはありません。というわけで、プレミアも普通のプレイヤーとして自由に行動したり戦闘もできるんだ。そういえばプレミア、今日は何をしていたんだい？お散歩をしていました。オリジンとは違った雰囲気で面白いです。もっと外にも出てみたいです。パーティーを組む際は呼んでください。はい、私もぜひ仲間の一員にしてください。あれ？君たち今日は買い出しかな？いつきさん！いや、クレハ君。この前の大会の録画データを見たよ。エネミーとの戦いの時も思ったけど、いい動きをするね。ありがとうございます。いつきさんに褒められるなんて嬉しいです。調子はどう？また君に会いたいと思ってたんだ。ああ、お目当てはアファシスですか？こんにちは。どうも。でも僕の目当ては君のマスターなんだ。いつきはお目が高いですね。マスターはとてもいい人で将来有望なのです。まだまだヘナチョコですけど、私が GGO1 のガンマンに育てますからご安心ください。このアファシスにはユニークなアルゴリズムが設定されているようだね。それともマスターがユニークだからその影響を受けているのかな。で、話なんだけど、いつきさん、そろそろ集合場所に行かないと間に合いませんよ。そうだった。あ、パイソン君、それキャンセルできない？エネミー相手の狩りなんて退屈なだけだしさ。前からの約束じゃないですか。スコードロンのみんなで楽しみにしていたんですよ。わかったわかった、ついてないな。まあ、もともと運は悪い方なんだけど。今度はゆっくり話そう。じゃ。あんた、いつの間に月さんと仲良くなったの？友達ができるのはいいことだけど、私に教えてくれてもいいじゃない。私が先輩なんだから、何かあったら一番に話してよね。
君に相談があるんだけど、 SBC フリューゲルが解放されたら俺たちと一緒に攻略しないか？そうね。リリースの情報によればフリューゲル付近は高難易度フィールドになるらしいし、初心者には難しいと思うわ。まずはレベル上げしないと。あと確か SBC フリューゲルのクエストってアファシスが必須になるって話でしたよね。アファシスが行けば役に立つかもしれないけど、でも攻略に必要なアファシスならレンタルできるようになったし、残念だけどレベルが上がるまでキリトさんたちを待たせるのは悪いから。フレハさんだって十分強いじゃない。一番乗りを狙わなくていいの？それもしたいけど、私は付き合い長いから。 GGO に呼んだのも私だしね。しばらくは特別にあんたのお守りをしてあげるから、ガンガン経験値と資金を稼ぐわよ。いいコンビなのね。そういうんじゃないわよ。誘ったからには私が面倒を見てあげないとダメだから。二人の邪魔をしたいわけではないけど、一緒に攻略したいというのはキリトだけじゃない、みんなの意見なの。ぶっちゃけ俺たちそんなにレベルは高くないんだ。まさか、あんなにランキングに乗っているのに？対人戦はプレイヤースキルで賄えるところもあるしね。あまり効率を重視しないで楽しんでいたから。多分クレハとあまり変わらないんじゃない？だから SBC フリューゲルが解放される前に俺たちもレベル上げしたいんだ。ちなみに下心もなくはない。タイプ X の方が有利な仕掛けがあるかもしれない。隠しイベントとかあるかもしれないしね。それにせっかくお友達になれたんですから、バラバラで攻略するのは寂しいです。こういう大きなイベントはさ、みんなでやった方が絶対に楽しいって。よし、これで決まりね。まずはレベル上げしに行こうよ。武器やアイテムの準備も忘れないでね。メンテナンスは私に任せて。アファシスも新フィールドもわからないことだらけか。情報収集も重要ね。なんかワクワクしてきたね。 SBC フリューゲルを目指して頑張ろう。ファイターです、マスター それでね。まずはじめにね。大丈夫そう？
そうだ。説明するわね。しっかり聞いてて。迷子になりかけていたのはあなたでしょう。はじめまして。私はデイジー、アファシスタイプ X です。急に走ったら危ないわよ、デイジーちゃんと迷子ちゃん。マスター、私の運動に関するプログラムは規定値をクリアしています。この程度の走行で転倒や衝突は起こしません。どうかご安心を。あなたたちのような可愛い子には別の危険もあるの。私のそばから離れてはダメよ。承知しました、マスター。あなたが迷子ちゃんのマスターさんかしら。この迷子ちゃんはうちのデイジーちゃんと同じタイプ X でしょ。レア中のレア、 GGO 中で注目の的のね。噂は聞いているわ。幸運なニュービーさんよね。でも幸運がいつまで続くかはわからないわ。目を離したら誰かに盗まれちゃうかもしれないわよ、アファシス。特にタイプ X の使用は明らかにされてないけれど、アイテム扱いなら所有権を移動する方法はいくつかあるもの。本当に何も知らないのね。総督府の告知はチェックしているの？アファシスは GGO 初の大型アップデートの目玉なのよ。自発的に考え行動できる高度な学習型 AI を搭載。特にタイプ X はそれぞれに個性が設定されたプログラマー泣かせの仕様なの。おー、さらに戦闘だけじゃなくマスターの資産管理、あらゆるサポートまでしてくれるのよ。実は SAO のメンタルヘルスカウンセリングプログラムを参考に。参考に？
わ。これはあくまでも噂だけど、プレイヤーの感情に反応する高度な知性を持っているのは事実よね。とにかく性能面から言ってもビジュアル面から言っても、 GGO 中のプレイヤーが欲しがっている存在よ。だからタイプ X を街中で連れ歩くなんて、よほど腕に自信がなければただのおバカさんですわ。まああなたの場合はアファシスを持っていることをみんな知っているから気にしても仕方ないかもしれないけど、奪われるのが嫌なら大切なものを守るだけの力をつけるか、強いプレイヤーのスコードロンに入るのも一つの手ね。あら、素直なのね。そういう子は嫌いじゃないわ。私はゼリスカ、よろしくね。そうそう、あなたのアファシス、さっきうちのデイジーちゃんと友達になったみたいなの。タイプ X と会ったのは初めてです。よろしければ今後も情報交換をさせてください。もちろんです。ところで迷子ちゃん、あなたのことは何と呼べばいいのかしら。マスターのお友達にはデイちゃんと呼んでいただいています。本当の名前はマスターだけのものなのです。そうなの、よろしくね、デイちゃん。よろしくお願いします、デイちゃん。いいわね、アバイスが二人並んでいる図。でも同じタイプ X なのに性格は随分違うみたい。何よりマスター以外の人に名前を呼ばれるのを嫌がるなんて、そんな性格設定初めて聞いたわ。なるほど、マスターが個性を肯定してくれるからこの子は生き生きとしているんでしょうね。初心者が偶然手に入れたと聞いた時は心配したけれど、よかった。マスター、そろそろ設定されたお時間です。いけない、今日はもうログアウトしなきゃ。それではまたね、レイちゃん。